どうも、キックスイングリッシュです。イエイイエイ、山中さんです。はい、今回は山中さんの、途中経過動画、はい、TOEIC 本番第1回受けての結果が届きましたので、その動画を上げます。はい、じゃあ結果こちらを、じゃあ、はい、そうですね。トイック、結果は何点でしたでしょうか？600点でした。600点、イエーイイエーイじゃないですかねまあそうですね、まあ、ただ3年前に受けた時が510点なので、まあ、一応あの1ヶ月足らずで、まあ、600点までにはいけたっていうのはまあ良かったかなとは。前回が3年前、そうですね、はい、の、510点、うん、で、久しぶりに受けてみて600点ということで、良かったですかね。そう、まあでもそうですね、受けた手応え的には6割ぐらいだったかなっていうところで、まあ600点前後みたいな予想はしていたので、はい、まあギリギリ600点乗ったのは良かったんですけど、まあ本当はまあもうちょっといけてればなっていう、もちろん欲はありました。よくありましたねありました。一応山田さんが通い始めて、のが10月の2日10月2日ぐらいですか、10月2日3日、はい、10月3日かな、10月3日から通い始めて、受けたのが10月24日、うん、20日ちょいなんで、まだまだね、これからっていうタイミングで、まあ、ちょっと結果出るまでのタイムログがあるので、あれですが、今受けたら、もうちょっといけるかなとは思うんですが、ちょうどね、今日が11月の20日、今日11月の20日で、来週11月28日に山川さん次受けられるので、そこでどうかと。でこの、はい、今11月20日時点ですけど、今までやってきたこう、まあ、メニューというか、どんなことをやってたのかちょっと確認してもいいですか？はい、そうですね、まあ、まず単語で、単語は銀のフレーズ、金のフレーズを中心にまあどんどん覚えていって、で毎週まあ、進藤さんが用意してくださる、まあ、単語テストを、まあ、100点満点目指して、まあ、ずっと続けてやってきました。めっちゃ満点ずっと継続してましたね。そうですね、最初は、はい、特に銀のフレーズずっと満点で、金のフレーズもまあ、ちょこちょこミスはありますけど、まあ、ほぼ満点毎回取れてるんで、すごいしっかりやってくれてます。銀のフレーズ、金のフレーズはやってどうでしたかね？そうですね、まあ、銀のフレーズをある程度やってから金のフレーズ入ってるので、まあ、金のフレーズのパートによっては、まあ、特に最初の方は結構知ってる単語が多くて、まあ、復習みたいな感じで、まあ、プラスいくつか新しいのが加わってっていうことなので、結構比較的スムーズにいけて、ちょっとそこで一回余裕を持ちすぎちゃったっていうのはあるかもしれないです。その後後半になるにつれて、銀のフレーズで貯めてた貯金が一切なくなって、新しい単語ばっかり増えてきて、結構苦しみながら頑張って覚えてました。そうですね、銀のフレーズは結構まあ余裕でいけてた感じでですけど、金のフレーズ途中からちょっと難しくなりますよね。はい、なりました。TOEIC 800とか言ってる人でも、金のフレーズの乗ってるフレーズ全然知らない人、知らない単語出てくると思うんで、実際確かに結構難しいと思います。はい、あとは他にはやってきたことは、そうですね、あとはまあ、本参考書で言うと、出る600、はい、で出る1000、はい、で声線の、まあ、リスニングとリーディング、はい、この4冊ですね。4冊ですね、デルセン、デル600、聖戦、リーディング、リスニングですね、はい、で、今現状デル600を全部終わって、はい、デルセンももう最後の終わりかけ来てる。もうちょっとですね、はい、もうちょっとで終わる。で聖戦はリスニングがテスト2ぐらい。そうですね、で、リーディングの方がテスト3、今やってるところとかですね、はい、ちょっと今までは聖戦よりも
出る600出る1000をちょっと多めに解いたという感じでやってきたということで、やってきてその、成果と課題というか、いや今までできてきたこととか、逆にこうもっとこうできたらよかったとか、そういう振り返りとかは、せっかくなんでこの機会に、そうですね、まあ、やってきて、まあ、でもその3年前に受けた時の記憶すら覚えてるんですけど、はい、特にリーディング のパート5のところ、はい、なんか本当に何を選んでいいのか分かんないから、とりあえず読んでみて、しっくり、まあ、しっくり言える、頭に入るのを感覚でどんどん選んでたような、まあ、記憶があって、でもそれを今回出る線でしっかり、あ、ちゃんと決まったルールがあるから、それをもとに判断すれば絞れるんだっていうのはすごい分かったんですよね、すっきり。でその、まあ、特訓というのをどんどんしていって、でそうすると、まあ、リーディングにもそれを応用して、なので今までなんとなく読んでた文もしっかり決まった型で読み取って、まあ、理解力が高まったかなっていうのはすごく感じましたね。なるほど。まあ、僕はもうそれレッスンしてでも感じます。山川さんにこれなんでこれ選んだんですかって聞くと、理由はかなり論理的に、こここういう理由で選びましたと、なんとなく選びましたってことはもうなくなったので、解き方としては合ってますので、それ続けてってもらったらと思います、まあ、それが結構じゃあ成果というかあれですかね。そうですね。あとまあデル600 のリスニングのも、うん、まあ、毎日ずっと続けてきて、本当に毎日英語を多分数時間ひたすら、まあ、聞いてきた生活なので、はい、もう、まあ、英語を聞くのが、まあ、あれですね、まあ、ほぼ、まあ、当たり前というかのような風にはなってきていて、まあ、それでなんかたまに駅とかで流れる英語のアナウンスとかも、うん、なんかやたらとゆっくり丁寧に話してるなとか、まあ、その前までは多分あんまり聞き取れてなかった部分もあるのかもしれないですけど、あとはまあ仕事で英語の会議とかで、うん、まあ、そういう英語も聞き取りがやっぱりしやすくなってるっていうのは実感できてますね。ああ、なるほど。前回の動画で会議でまだ1週間ぐらいですかね、うん、帰って1週間ぐらいでもうちょっと成果感じます、10日ぐらいだったかな。その後会議は ありますか。その後会議は、まあ、1回ぐらいあって、まあ、そこそうですね、やっぱり前よりは全然分かるなっていうのと、あと今までメールのやり取りとかどうしても Google 翻訳頼みだったんですけど、うん、そこをちょっと卒業し、自分で考えながら、まあ、いい勉強だと思って、楽しく海外の同僚ともやり取り、まあ、メールとかでしてる感じですね。あ、メールのやり取りあるんですね。あ、それいいですね、はい、アウトプットする機会があるということで、うん、ちょっとじゃあ昨日フレーズ載ってたこの単語を使ってみようとか。そうですね、うん、ありますよね。それはいいと思います。そこで Google 翻訳に頼るっていうのはじゃあやっぱ悲しいですもんね。そうですね、うん、あ、なるほど。まあ、今までちょっと参考にした部分もありますけど、まあ、ちょっとだけ下見して、基本は自分で打つとか、うん、心がけて、はい、いいと思います。でシャドウイングも結構ハードにやってもらいましたけど、ちょっとこの動画にも山中さんがシャドウイング練習してる様子を撮ってあるので、入れたいと思うんですが、最初の頃と比べてなんか変化とか成果とかなんかありますかね、課題とも含めて。そうですね、シャドウイングに関しては、まあ、本当に初めの頃と比べれば本当全然できるようになって、まあ、試しに初めて聞いたものをいきなり初回どれぐらいできるのかって、まあ、ちょっと試したりしてるんですけど、はい、まあ、それなりに、まあ、もちろん初めから完成度は高くないんですけど、まあ、できたりで、まあ、内容によってはある程度意味もやっぱり取りやすくシャドーイングをできてっていう感じで、まあ、間違いなくリスニング力は上がってるなっていうのは感じますし、まあ、あとは課題で言うと、まあ、どうしても苦手なそのフレーズ、得意な、まあ、回、苦手な回っていうのがあって、苦手な時にはなかなか、まあ、何回繰り返しても毎日基本1時間っていうので時間決めてやってるんですけど、1時間ひたすら頑張ったけどいまいちいいシャドウイングができなかったなっていう時があり、まあ、そんな時に、まあ、やり方として、まあ、もっとその前段階、準備段階、まあ、オーバーラッピングとか、あとルックアップ&セッ
成とか、はい、あのまあ、リピーティングとかですね、まあ、そういうのをもっとあのやってからっていうアドバイスをいただき、まあ、最近はそれを試してるんですけど、まあ、そうするとあのすごいもう難易度が高くてちょっとできるかなと思ってたようなものが一回それを挟むことによって、まあ、比較的あの言いやすくなったりしてっていうのを、まあ、自分の課題に対しての対策として今できやってたりはしますね。あ、いいですね。I heard that the company president and decided to move forward from a branch in Paris next year. Yes, the results of the market analysis we conducted in France last year showed that the potential demand for services there at the moment many French firms industry. The president's decision made a lot of sense. We should get established to rather competition.I'd be interested in market study dimension. Is there any good access? I couldn't tell you. You need a check from marketing about that. I heard a company president decided to move forward the plan to open the branch Paris next year. Yes, the result of marketing analysis we conducted in France last year show a lot of potential demand for service there. At the moment, many French farm industries.Then president's decision make a lot of sense. We should get this service there soon for much competition. I'd be interested in seeing the market study you mentioned. Is there any way for me to access it? I couldn't tell you. You need to check with someone from marketing about that. I heard the company president decide to move forward with a plan to open branch in next year. Yes, the result of market analysis we conducted in France last year showed a lot of potential demand for there. At the moment, there are many French farm industry. The president's decision make a lot of sense. We should get established soon. There's much competition. I'd be interested in seeing the market study you mentioned. Is there for me to access it?I couldn't tell you. You need to check with someone from market about that. 目標というか、はい、まあ先ほども言いましたけど、来月11月28日に一応まあ2ヶ月、ね、はい、もうすぐ通って2ヶ月なんで集大成ということで受けられますが、うん、そこの目標はちなみに、そうですね、あの今度のトイックでは、まあ、目標点数としては700点、700点、はい、絶対でもあくまでもそこはあの通過点なの で12月にまたあのもう受けるよ、まあ、それはあの進路さんも同じタイミングで受ける、はい、僕も受けます、はい、そこでまあ800点というのをまあ目標に、そうですね、コーチングは12月の2ヶ月なんで最初の12月の2日で終わりますけど、追いかけていきたいと思います。追いかけていっても大丈夫ですか？あ、もちろんです。ありがとうございます。そこまで僕も逆に言うと責任持って見たいなと、あの思いますんで、コーチング終わりますけど、ちょっと12月19日までは勉強続けてほしいと思います。まあ僕からはもうはっきり言って僕から教えることはね、ほぼほぼなくなってきてるんで。いや、そんなこともないですね。あとはこれやってくださいっていうので多分山岡さんいけると思うんですけど、自分でもなんで。ご自身で勉強していける礎をもできてると思います、さっき言って、うん、頑張ってください、応援してます。では、今日はこの辺で See you again! Next video! バイバイ、バイ。ありがとうございました。ありがとうございます。